こんばんは。お疲れ様です。今日ものんびり靴の話をしていこうと思います。今日はですね、新年、革靴一発目っていうことでね、先日フィラの動画上げたばっかりなんですけど、革靴も買いましたよっていう新年初売りですね。で、新しく革靴を迎えしたので、今日はその、動画を撮っていこうと思います。もう出してしまってますけど、ギルド・オブ・クラフツさんの、靴を今回新しく購入しました。もう言わずと知れたですね、日本のビスポーク界の先駆けのお店っていうイメージなんっていう認識なんですよね、私の中では。山口千尋さんですねの、ギルド・オブ・クラフツですね。工房、今浅草に移されてるんですかね。私以前銀座のお店にお伺いして靴を購入させていただいたこともあるんですけど、今回はですね、阪急メンズさんの方で、こちらを発見してですね、購入いたしました。じゃあ早速開けていきましょう。こうギルドさんはですね、このふわふわのこのコットンかな、ふわふわのシューバッグが入ってるんですよ。これもうなんかもったいなくて靴入れられてないですね。僕1個持ってるんですけど、よいしょ、はい、ということで出してきますね。ギルド・オブ・クラフツの、セミグローブ、これは、ロビンソンっていうモデルになりますね。ちょっと暗いんで電気つけました。ロビンソンっていうモデルです。もう本当にオーソドックスなセミグローブですね。でアッパーは、ホームページを見るとアノネっていう記載があったかなと思います。パーフォレーションとかメダリオンとかね、メダリオンっていっぱいあって面白いですよね。こんな感じのメダリオン でパーフォレーションはこの小穴と大きい穴と、よく一般的な多分今オーソドックスなタイプかなと思います。パーフォレーションも同様ですね。で、後ろこんな感じ。でソールこんな感じ。いや綺麗な靴ですよね、本当に。甲が低くて、やっぱ1の甲2の甲のこの立ち上がりがこう角度がある靴っていうのはやっぱり大量生産に向いてない、こういういわゆるいい靴でしか実現が難しい形なんだろうなっていうふうに思いますね。まあ、阪急メンズ初売りで、今回購入したんですけど、僕今回初売り買わんとこうと思ってたんですよね。まあ、さすがに靴増えすぎてこれ以上ちょっと増やしたらパクれへんなと思って、もうちょっとしばらく革靴買うのやめようと思ってたんですけど、まあですね、ちょっと運命的な出会いをしてしまってですね、こう阪急メンズプラプラって歩いてたら、まあいっぱいあったんですよ。グリーンとかガジアーノとか、あガジアーノあったかな、すいません、ガジアーノは嘘かもしれない、グリーン、クロケット、カルミナとかがあって、あでまあ言うてまあ、サイズとかデザインとかあんまりその自分の金銭に触れるものがないなと思ってプラーって見てたら、パッとこの刻印が目に入って、このツリーのこれですねが目に入って、んと思って、えギルドと思って、まあ、ギルド阪急で売ってることは知ってたんですけど、えギルドセールになってんのって思って、うっせやんと思って値段見たらまたびっくりするぐらい値段だったんですよ。ちょっと具体的な値段はちょっと今回控えておこうかなと思うんですけど、正規の値段のだいたい3分の1から4分の1ぐらいの値段、これツリー込みでですね、ツリー込みだったら本当に信じられない値段、多分これツリーも普通に買おうと思ったら2万円近くする品物なんですよ。それ考えたらえげつない値段だったんですよ。本当にまだ残ってるか分かんないですけど、あこれで僕ギルドの
ストリートチップは持っとるんですよ。でストリートチップはもう動画にもしてますけど、過去ね、過去動画にもしてるので、ちょっとご興味ある方はそちら見ていただければと思うんですけど、ストリートチップもめちゃくちゃ素晴らしい靴なんですよね。僕このギルドの靴の形で一番気に入ってるのってこの塔の形なんですけど、綺麗なラウンド塔なんですよ。こんな綺麗なエッグ塔、丸みのこの曲線の靴って見たことねえなと思って大好きなんですよ。もう本当にそのストレートチップはもう人生の転換期というか、勝負の日には僕ギルドのそのそれも規制なんですけどね、ギルドの規制のストレートチップを履く、僕転職何回かしてますけど、転職の最終面接の日はそれ履いてってますし、大事な商談とか大事なプレゼントとかある日もその靴履いてってるぐらいその靴好きなんですけど、っていう中で今回そんな勝負靴として使ってるギルドさんの靴がセールであったんですよ。もう買わないわけにいかんなと思って、もう気づいたらこのサイズありますか、これありますか、パッて履いて、あもう大丈夫と思って購入したって感じですね。でこのロビンソン、ブラッキーっていうのがステルドチップなんですけど、ロビンソンっていうのが、このセミブローグですね。まあ、規制ラインは多分その2つしかなくて、あと色は他にもありました、黒だけじゃなくて、ブラウンとバガンディがあったかなと思います。バガンディも非常に素敵な色だったんですけど、やっぱりなんか使い勝手とか、僕バガンディがこれで悩んで、黒で悩んで、で自分のこの持ってる靴を考えた時に、セミブローグの黒って僕そんな持ってないなと思って、もうだったらこのセミブローグのデザインって綺麗めなジャケパンとかだったら十分使えるなと思ったんで、もう今回黒にしましたね。こうバーガンディってね、やっぱ仕事に使えない、まあ、使えないわけでもないですけど、やっぱりちょっとスーツとの相性とか考えなきゃいけないところもあるので、まあ、そういうことを総合的に考えた時にやっぱり黒って使いやすいなっていう、で自分が持ってる普段の格好、休日とかでもこれだったら履けるなっていうのでこれにしました。でこれすごいのが、ちょっとツリー抜きますね。これツリーがすごいんですよ。すっごく綺麗じゃないですか。このツリー含めて、まあ、元々の値段が僕安いなと思ってたんですよ。元々の値段が、まあ、十数万円なんですけど、このツリーついて、でこの革のクオリティだったらあと5万円高くても僕いいんじゃないかなっていうぐらいの感覚なんです、だったんですよね。それがツリー付きで3分の1だったらもうちょっと買わないという選択肢がなくてですね、こんな形の靴になりますね。でギルドの靴で僕がもう一個すっごい気に入ってるのがライニングでして、まあ、僕も靴結構動画見てくださってる方はもう知ってるわって感じかもしれないですけど、もう靴結構たくさん持ってるんですけど、たくさん靴持ってる中でもうライニングの、履いてる時のライニングの質感がダントツでいいのがギルドです。もうもう何なんですかね、足入れた時の滑らかな感じ、素材の良さっていうのがもうギルドがダントツで高いです。もうその先ほどお話しした勝負靴がもう素晴らしくて、また履いていく中でこう馴染んだりねして変化していくんですけども、足入れした瞬間の安心感というか気持ちよさみたいなものはギルドがダントツで高いなっていうのが個人的な印象ですね。もうちょっと、いや本当に考えられない値段で売ってますんで、このクラスの靴なかなかね気軽には買えないですけど、やっぱこういうタイミングでサイズがあったらですけど、やっぱラッキーだと思うんですよね。やっぱり新しい靴との出会いがあるっていう意味でこういう初売りとかセールってすごく貴重だなっていうふうに思うんですけど、まあ、チャンネル見てくださってる方で本格靴ちょっと買ってみようかなっていう方は、阪急まだあるか分かんないですけど、
ちょっと行ってみて、行ってみて行かれてはどうでしょうかって。ギルドって、まあ、なかなかそんなに、まあ、そもそもがビスポークメーカーで、そんなに大量に既製靴を作ってるメーカーさんじゃないので、あのおそらく本当に靴好きな人しか知らないようなブランドだと思うんですけど、素晴らしいあの靴ブランドさんですので、ぜひぜひですね、ちょっとあの実際に触って履いてみていただきたいですね。あの別に靴業界の人間ではないんですけど、はい、っていうところですかね。こんな靴をこの値段で買っていいんかっていう気はしますけどね。いや本当に考えられない値段だったんですよ。もうすごっ、もうちょっととだけ言っときますね。本当にすごい値段だったんで、皆さんぜひぜひですね、ちょっと機会があれば阪急メンズ館さんの方に行かれてみてください。あの手に取ってみられたら、え、この靴この値段なんっていう、すごくびっくりされると思いますっていう感じでですね、はい。あのまた磨く動画とか、プレメンテいるかなっていうぐらい、もう磨か、もうすでにちょっと磨かれてて綺麗なんですけどね、あんまりメンテも履く前いらんだろうっていう感じなんですけど、中にデリビケートクリーム塗るぐらいはしようかなというふうに思ってます。はい、またちょっとあのエイジングの過程とか、入っていってどういうふうに変わっていくかみたいなところはですね、あのインスタグラムの方で上げて、いこうと思いますので、そちらもご覧いただければというふうに思います。ぜひぜひあのご興味持っていただけた方はですね、阪急メンズ館の方に行ってみてくださいという形で、本日はこのぐらいにしておこうかなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。